listening pleasure, please welcome Sada Watanabe and Fractured Skull.黒田久美子です。今夜のキリンライブパラダイスは6月9日から29日まで3週間にわたって渋谷のザ・プライム西洋広場で行われたサダオ・ワタナベ・プレゼンツキレンダ・クラブの最終日、クラブジャムの最高に盛り上がったステージをお送りします。このジャムセッションに参加したのはニール・ラーセンバンドからのピックアップメンバー、キーボードのニール・ラーセン、ギターのバジー・フェイトン、パーカッションのレニー・カストロの3人。それに加えてこのクラブはすでに3回目の出演、フランシングチョッパーベースでいつも大いにクラブの雰囲気を盛り上げてくれるコイノニアのリーダーエイブ・ラボリエル、そしてこちらもまたクラブ出演2回目、渡辺さんのレコーディングにも参加している LA の売れっ子ドラマービニー・コリュータ。この超強力なリズムをバックに渡辺佐藤さんがニールのナンバーやオリジナルをのびのびと吹きまくるという、今回のクラブでは一番ジャジーな夜になりました。私ももちろんこのラストナイトセッション、終演後のミュージシャンを交えての打ち上げパーティーまでもたっぷりと楽しんできましたので、後ほどそのレポートをしようと思っています。さあそれではお知らせの後、早速その6月29日のステージにご案内しましょう。キリンライブパラダイス。 This program is brought to you by キリン。
My Paradise。僕は大好きなんですけれども、今回もですね非常にブルージーなノリでですね、ああいい出来だったなと、うん、ビビーンとくるものがありましたですよね。ところでクミちゃんですね、はい、今回はですね随分とインタビューに忙しくバックステージを走り回っていたということなんですけども、その後に収穫を教えていただきたいなと思うんですが、はい、やっぱりねジャズミュージシャンっていうとなんとなく気難しいんじゃないかなっていうね心配があったんですけど、実際ね喋ってみるとみんなすごくフランクでねジェントルマンでねすごく楽しかったですよ。で印象に残ってるっつうと誰になります？やっぱりねニール・ラーセンとか、私が今回最もよく話をしてたのがニールなんですけれども、彼はステージ上ではすごい厳しい顔をしてねプレイしてるんですけど、実際ね普段話す感じはすごく優しくてね物静かな感じの方なんですよね。それでねもう何度も来日してるんですけど、なかなか観光する暇がなかったんですって。そうだよね、メジャーはね。今回はね東京タワー行ったりとか代々木公園行ったりして、あそう、すっかりツーリストしたって言ってすごく喜んでましたけど、またね11月にも来日するそうなんで私は楽しみにしています。じゃあ他にもいません？そうですね、あとねバジー・フィードンとかね、うん、彼はなんだか仏教に興味があるそうなんですよね。でずっとねお寺に行きたいお寺に行きたいって言ってたんですけど、今回はね残念ながら時間がなかったんですって。でもね座禅とかがねすごくコンセントレーションするのにいいっていうのがなんだか面白いですよね。それにあの最近結構仏教に凝ったミュージシャン多いですよね。なんででしょうね。面白いですよね。はい、それではですねキリンザクラブ後半のステージはセカンドセットの中頃からスタートします。このセットはですね渡辺さんのオリジナルを中心に組まれています。はい、お送りするのはファソジトリア、ニールのキーボードソロが素晴らしかったナンバーですよ。もちろん佐田さんのソロも良かったですよ。
キリン Live Paradise。 どうもありがとうございました。キリンライブパラダイス、今夜は佐田尾渡辺プレゼンツキリンザクラブの最終日、6月29日の渋谷プライム西洋広場のステージからクラブジャムの最高に盛り上がったセッションの模様をお届けしましたが、いかがでしたでしょうか。お送りした曲は Green Onion、 Demonet、 Passage Storia、 そしてアンコール曲の Hip Hug Her でした。さて今回のキリンザクラブ、久美ちゃん実はほとんど毎日のように顔を出してたと思うんですけれども、全体的な感想といったらどんな感じになりますでしょうね。今回もですね、もう6回目ですねということで、お客様もすっかりコンサートとは一味違ったこのクラブの独特の楽しみ方が分かってるんじゃないかなっていう印象を受けましたね。また今回のミュージシャンが全員 LA から来ていたということもあって、ミュージシャンたちの間にもすごく和やかで楽しい雰囲気が流れてました。もちろんそれが演奏にもねすごく反映してたと思います。